茨城放送、株式会社茨城放送、茨城放送、イブス CO、LTD、茨城ブロードキャストシステムは、茨城県を放送対象地域として、中波放送、AM 放送をする特定地上機関放送事業者で、ある。略称は、イブス、茨城県唯一の県域民間放送事業者である。1963年、 昭和38年4月1日開局、これ以後に、中波放送事業への参入はなく、栃木放送と並び中波放送の、一般放送事業者、現、民間特定地上機関放送事業者としては、最後の参入である。地方民間放送共同制作協議会、歌謡会、CRN には、長らく未加盟だったが2007年、平成19年に加盟している。 2011年、平成23年7月20日には、関連会社の株式会社イブス、イブスプロモーション c o に、特定地上機関放送局の免許人の地位を、承継させ機関放送局提供事業者とし、茨城放送は認定機関放送事業者となった。2016年、平成28年6月1日に株式会社イブスとが合併し、 イブスの特定以外の地上機関放送局の免許人の地位を承継して特定地上機関放送事業者に戻った。ステーションキャッチコピーは、あ、茨城が聞こえる。また、キャラクターとして、茨城音がいる。目が、i、b、口が、s で表されたライオン。また、FM 補完放送開始に伴い、F ラジオンがいる。目が、i、f、 口が M で表されている。2015年現在、水戸局 a m ラジオの長主可能エリアは、茨城県の県北地域と県央地域、栃木県と福島県のそれぞれ一部地域、土浦局と県西中継局を合わせた長主可能エリアは、鹿家業地域、県西地域、県南地域と千葉県、埼玉県それぞれ一部である。 FM 保完中継局の放送エリアについては、FM 水戸局及び FM 日立局を参照。開局から長らく独立放送局であったが、2001年に NRN に加盟し、現在に至る。独立局時代も日本放送、LF との間に独自の回線を持ち、プロ野球中継や報道特別番組をネットしてきた。昭和天皇法業の際の特別編成でも、 日本放送制作の報道特別番組がネット、受けさ、一部時間に放送された。ただし、箱根駅伝中継は、NRN 加盟後に RF ラジオ日本のネットを、受けている。プロ野球のナイター中継も1993年までは、土日をのみ、日本放送のナイター中継を、ネット受けによる、イブスショーアップナイターとして放送し、平日は、 野球中継と関係ない番組をシーズン中も放送していたことがあった。後に NRN ナイターをシーズン中の月曜を除く毎晩放送するようになったネット受けも全国創出局平日日放送週末文化放送のものをそのまま放送が現在は木曜金曜のみの放送となっている。ラジオカーの愛称はスクーピー開局当初から NRN 正式加盟前の2001年3月までは深夜の放送は基本的に休止として少なくとも1993年頃までは原則として6時放送開始 -24-00 翌日0時終了を基本としていた後に1994年頃から平日は0時30分度日は1時まで放送時間を延長していたが 事実上の終夜放送を開始するようになったのは2001年4月。以後で、基本的に5時 -6-00。平日は後に5時45分5時50分のみを番組休止としていたが、現在は平日は完全24時間放送となり、土曜5時 -5-50、日曜5時 -6-00 にテスト音楽というフィラーを行ってお、 緊急にメンテナンスでの一時停波こそあるが、事実上の終日放送体制を整えている。日曜は2018年9月現在、24時、0時マイナス5、00を、試験電波、停波の時間に当てている。茨城県は、民間テレビ放送の広域放送券を呼び、各都道府県のうち唯一、県域民間放送局がない。また、 総務省国事放送普及基本計画、現期間放送普及計画から、一般放送事業者によるテレビジョン層の放送対象地域、茨城県の放送計の数の目標は削除された。一方、日本放送協会は、水戸放送局が総合テレビジョンの県域放送を開始した。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの、出展、聴取者、 リスナーの誕生日をメッセージとリクエスト音楽で祝う長寿番組お誕生日おめでとうや全国的にも珍しいラテン音楽専門番組ラテンフォルクローレをご一緒になど独自色豊かな番組を放送している原則的には県内同一放送だが土浦市で土浦全国花火競技大会が行われる際に土浦県西局のみで大会の実況中継を行うことが ある。また、夏の高校野球茨城大会中継の3回戦と4回戦は、ミッド局と土浦、県西局でそれぞれ違う試合を放送していた時も、あった。ワイド番組は平日は早朝、午前、午後、夕方と4ブロックに分かれ、土曜日は、今日のスケの天下御免など、他のワイド番組と比べて、長時間の番組を編成している。改編ごとに、 平日の番組を金曜日で分割するか否かが分かれることが多い。その場合、月期と金とで番組が分かれる。また、朝の情報番組を中心に週無以下の放送になることもあり、一線を隠した編成になったこともある。最新改編時点で土曜日の放送は、早朝、午前、午後夕方の3ブロックとなっている。一方、 日曜日は長らく生放送のワイド番組がなかったが、1998年の改編で遠藤治のボンディマンシュがスタートし、この改編から前曜日にワイド番組が並ぶようになったが2015年、ナイタイン編成で廃止された。かつて、1999年のナイターオフ編成までは全日を通して自社制作の番組が比較的多く、個性的なアナウンサー。 金曜、一時期は、木曜からの週末編成、若手女性演歌歌手を夜の中高生向け番組のパーソナリティに起用するトーク風を凝らして、構成力、出演者の知名度に勝る競合在京局に対抗した。2001年の NRN 加盟前後から、日本放送、並びに文化放送制作番組を同時ネットするようになり、現在は、 夜の自社制作の番組は少なくなっている。生放送中のスタジオ見学も可能であり2017年4月3日より平日の10時13時30分最終受付13時の時間帯で観覧が可能である2002年3月までは土曜も観覧できた。各時間帯の番組枠については以下の項目を参照2018年4月現在午前 夕方、18時以前夜間、18時以降、突起のないものを除き、は、日本放送制作、は、文化放送制作。週夜放送開始前は、節目に合わせて、ラジオマラソン、開局35周年記念、1998年11月14日から15日、や、年越し特番、1999年度2000年度、などといった企画。 放送された。イブスで終了した番組が制作局等で放送されている場合は印をつけている。茨城放送では2018年10月現在アナウンサー専属の男性社員は在籍していない。これは報道防災センターや編成局といった報道、制作側の部署にアナウンサー経験のある男性社員がおり業務の一環として アナウンスを行っているためである。もっともアナウンス業務を兼務する男性社員は、スポーツ実況、CM、ナレーション、ニュース読み、ニュース番組でのレポート、選挙速報、災害報道、特別番組のパーソナリティ、メインパーソナリティ不在時のピンチヒッターなど、事実上、アナウンサーと変わりない業務を兼務している。かっこは、 現在の所属部署先、2016年5月まで株式会社イブス旧、茨城放送プロモーション所属であったが、合併により茨城、放送営業局企画事業部所属となった。はもとイブスアナウンサー、丸和はもとスクーピースイングレポーター。退職、移籍、フリーアナウンサー転校など、カッコ内は所属事務所など、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。